聖ムイハイイル黄金ドーム修道院聖、ムイハイイル大聖堂の黄金ドーム大聖堂の正面聖ムイハイイル黄金ドーム修道院は、ウクライナの首都キエフにある、ウクライナ聖教会の修道院であり、同教会の主座主教座大聖堂である。黄金ドームの都と呼ばれる、キエフのシンボルの一つ。単に、ムイハイイル修道院とも呼ばれる。 修道院は1108年から1113年までの間、ビザンツ様式の大聖堂として、キエフ大公やロズラフ一世の孫、スブヤトポルク二世大公によって、ドニプロ・カワンガン、キエフの中心地に建立された。大聖堂は、大公家並びに、キエフ大公国の守護天使たるムイハイイルにちなんで、聖ムイハイイルオーゴンドーム大聖堂と呼ばれ、中世キエフの、 最も大きな教会の一つであった。大聖堂は1240年のモンゴル軍と1482年のタタール軍の略奪によって大きな損害をこむったが、1469年にウクライナ正教会の修道院として復元され、1620年以後、キエフ主教庁の本拠となった。18世紀中、修道院の僧侶はイヴァン・マゼイパをはじめ、 ウクライナコサックの統領によって支援されて、敷地と領地を拡大し、食事室、学校、門、狩猟などの新たな建物と施設を建立させた。なお、この時期に大聖堂内部の12世紀のモザイクと壁画が保存され、大聖堂の外部とその他の建物はコサックバロック様式で建て替えられた。18世紀末にウクライナはロシア帝国に飲み込まれ、1800年に 修道院は、チェルニーヒウシ教長の臨時的座制度となった。さらに、ロシア革命後のキエフが宗教との戦いを掲げるロシアのボリシェービッキに支配されるようになると、1922年に宗教団体としての修道院は廃止され、1934年から1936年にかけて大聖堂や首労などの建物は、共産党政府機関を建設するために破壊され、 文化財並びに貴重品は、ロシアのモスクワやレニングラードの博物館に渡された。1991年に、ウクライナがソ連から独立し、1995年に、レオニードクチマ大統領は、国家予算を用いて、セームイハイール・オー黄金ドーム修道院を復元に乗り出した。復元作業は1998年に終わり、修道院はウクライナ正教会。 キエフ総主教庁に譲渡された。2001年から2004年にかけてウクライナは、ロシアの博物館から修道院にまつわる文化財を取り戻し、修道院へ返納した。現在は、教会と博物館として機能している。2018年12月15日に、新生、ウクライナ正教会が発足するとともに、東京会はその主座主教座大聖堂とされた。 2018年まで、ウクライナ正教会、キエフ総主教庁の管轄であった。ファイドブゾーラタ。2018年12月17日閲覧。ゾーラタ。this.org は、2018年12月17日閲覧。ウィキメディア・コモンズには、セ n ム・には、イル・オーゴンドーム修道院に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。